この店は私が小さかった頃にパパと何回か来たことがあるん。心配すんな。それにおいで。じゃあ注文してくるから。うーん、おいしそうだぞ。フォンテーヌ人の料理って手が込んでるんだな。そうよ。さ、食べて。もし美味しければ。美味しくなかった。そういえば送別会って。ああ、言われてみ。おい、ぶっあ、そうだ、今日の事件も。それについては大きな一歩を踏み出した。目の前で見てなかっただよね。誰もそう。こういった事件の調査では、たとえ正直これから行われるであろう公的な調査については、別に彼らの実力をずっと同じ視点から見てたら、だからこそ私たち高いところに立って見てる人。まあそれよりも別の話を。そうだ、これからあんた。そうそう、さ、なるほど。フリーナ様に会うにはな。だよな。歌劇場の出演者に紛れ込んで演劇のクライマックス。続きが気になる。だったら何とかして。これなら絶対にうまくいくんじゃない。ああ、それもそっか。まあ、特にあんたは今日の法廷でフリーナ様を打ち。それなら可能性はあるな。じゃあ食事が終わったら早速行って。あれ、パイモン、もし。でもこのフォンタってやつ。そう、みんなお腹いっぱくっ、飛びすぎたぜ。もう飛べないぞ。お前と一緒じゃ普通。あれ、ナビア。なんでもない。たかが食。そっか、やっぱりここでお別れなんだ。もしフォンテーヌで何か。じゃ、すべてうまく。呼んでるようね。もうさようなら。
こんなに警備ロボを雇うなんて。クロリンデ、クロリンデ、助けてくれたお礼を言うべきかしら。でもその前に、私はただ、これはカーレスさんの意志だ。あんたが…すみません、お嬢様。クロリンデ様、助けて…すまない。もういいから。私の知っている情報、今日のことで。あいつらは前々から…それで。この警備、先ほどよく見てみたところ、これらの警備ロボにはおそらくどこ、そう、とにかく、ああ、いずれにせよ私は引き続きちょ、とにかく今日のところはありがとう。連中もそう立てず、はいはい、今日一番のニュース、お嬢様、クロリンデ私だって分かってるけど仕方ないでしょ。やっと復活した。お前が気絶してる間に、あ、それにあのクロリンデっていう血統代理人も手伝ってくれたんだ。いいよ、そんなよそよそしいこと言わないで。つまり、あ、私がお嬢さん、仮に私がお嬢、はあ、あ、そういえばナビアは、それについては、え、あんたが、え、あんたたちと別れた後、なんか味がしょっぱかったし、ぜ、フォンタは甘い飲み物のはず。つまり、そ、だから、ボスを助けてくださったあなたたちに、スピナディ・ロースらは最高の、え、そんなのがあるのか。ホテル・デュボールに手がかりが、だから、あんたたち、あの連中、オイラ、まあ、連中からし、ところであんたたち、そういえば、あ、そうそう、それに今回、じゃあ悪いことじゃなさそうに聞こ、情報き、教えてくれる。なるほど、バシェ聞いたこと、でも少女のなのに、その人は事件につい、うん、サンキュー、今、え、そ、送別会はしてん、それに巻き込まれた以上、おい、ナビアお嬢様、いっ、余計なこと言うんじゃないの。それと計画も狙っ、安心してくれ。この先なんだけど、ずっと周囲に目を配っていましたのでご安心。そう、な、では
私。ありがとう、マルシラック。さあ。お二人の部屋をご用意しました。何分うちはモラル、みんな大変そうだな。ってことはナビアお嬢様、ここ、ううん、今さらこの話から。私のパパはカーレ、パパは3年前自分、そんな、でもあた当時パパなのに、パパは血糖値、あれから3年があんな風に死んだら、それこそ今回の一件で最も、あ、そういうこと。でもその件がパパは脅迫されたのか、はあ、パパはいつもそう。生きてた時大事なことを私に話、ママが私を、まさかパパの死。お嬢様、カーレス様もお嬢様も私が最も、そ、カーレス様は生前ゼスピナディロースらを支持する者は大幅に減少。でも普通は最初みんな、人々はこういうドラマが好きだから。フォンテーヌ人だけじゃなく、ど、悪人が返し、そんな、あともう一つ、え、あいつがだよな。クロリンデ様は、それにクロリンデ様、何も、わ、わかるぞ。後日クロリンデ様、私たちもそう、はあ、まあとにかくこれが、うん、だな。安心して休んでくれ。
にポワ村長に帰らせたよ。そこがスピナ。ただ単に、ところで、ううん、ついさっき外から帰ってきたとこ。まさか。だってでも残念なことに、この足がつかないように。じゃあいや、希望は最高審判官のヌビレット。もしあんたが見たっていう。さすが最高審判。じゃあ早速、うん、この先がパレメルモニアよ。さ、行きましょう。お待ちください。どういったご用件でしょう。あれ、私たちの顔に見覚えないの？どちら様でしょう。先に言っておきますが、ここは身分や血、うん、見てな。確かにそう。私をからかいに来たのなら、もう。まあまあ。ああ、そう、そうそう。入ってるって。そうですか。どうも。どうぞ。あのごめん、ヌビレ。問題ない。一つ名前。うん、わかった。資料を見てこよう。少し待って。ヌビレットって案外話のわかるやつなんだな。残念ながら、ここ数年の事件で私の資料にも。まさか。そう、わかった。ナビアさん、気持ちはよくわかる。君の父か。ヌビレット、同情、殴っ、いや、どれも違うでしょう。私にはわかる。まるであの時と同じ。あんたも言ってたでしょ。命の価値は、もし本当にパパ、どうして私に止める。あともうちょっと踏ん張ってれば、まだたくさん話したいことがあった。もしあんたに感情がないってんなら、私を見て、私の目を見て。申し訳ない。やっぱりあんたも同じ。その胸は多くを。もういい。どうせどうしようもないことで当たり散らしてごめん、最高審判官。行きましょう、旅人。大丈夫。あれ、中に入るまで。確か
パパ、どうした？何か引っかかるのか？外、雨の当たる場所だったよ。うん、私も当時そう思った。だから捜査範囲を広めてみたけど、雨水の影響を受けたような。え、真犯人は水。確かに。ハイボー、ボア村長へ行きましょう。うん、じゃあ今すぐ一緒に。ええ、なったのは、この華やかな巨大船は航海、好奇、征服、野望を意味してるの。スピナディロースラの明るい未来を象徴してる。最初スピナディロースラの輝かしだって、輝かけど、このでかい船を見て、ボア村長こそ、お待ちしておりました。フォンテーヌ邸に用事があるとおっしゃって。それがね、覚えてる？ま、はい、リネ様の過去に。うん、何年も前のことなんだけど、一見ただの飲み物なんだ。ちょっと待った。そうね、今。そして長期的にそれ逆に飲むのをやめれば、ボア村長を管理して。ボスの強硬な姿勢はそれどころか。そう、でそこでパパは長期的。その人の名前はジャック。ロス、ある夜、パパは、けど、庭から2発の、え？なん？リネの事件と似てるでしょ？でも、当時はスルーしちゃってたけど、今になって思い、そう、あんたの、今考えると、これはゲ、うん。ジャックは生前温厚な性格で、自身の第三者に関する、しかし、水を差すようで、相手は残忍な手段もいと、スピナディロースラが衰退したい。ボスと同じ鉄を踏む必。それがパパの望みなら、パパと一番関係が深いのは私の。謎をいくつも抱えたまま亡くなったけどさ、それに何の意味があった？ロシもフギのカーレスも虫の息になったスピナディロースラだって、そのま、私がそんな無意味な。あの日からそうしようと。私はスナビア。確かに今はこれ以上ない機会で。やっぱり何か知ってるのね、マルシラック。はい、実はあのパーティーが始まる。そして両者の対立を。え？ボスはとても珍しい病気にかかっていました。きっとそれもお嬢。そんなボスにとって、この長く続く争いを解決。ですからボスは相手の行動を牽制するために、お嬢様が無事であ、そしてもし、つまり事実、その牽制が。信じらんない。だってあのパパが病気だ。衰弱し、息も怠惰となった姿を見せたがる親などいません。特にボスの。ボスにとって
決闘で死んで不義の名を背負うことになろうとも。そんな、私を守…お嬢様、あなたは事件に巻き込まれ、きっと…あのバカを…いや、そんなに私のことを信頼してるの？もし私がここまでたどり着けなかったら、どうするのよ。そうかもね。パパの考えでは、私が望めば。でも幸い、パパは私と心から話し合ったことがほとんどなかった。つまり、私のことを分かってなかったのよ。ま、これに関しては、パパの取り越し苦労ってやつかしら。で、マルシラック、その肝心な証拠。ロシの製造場所、かつてボスが交換条件を突きつけ、しかし、私たちの敵は数十年も、私たちはさらに一度乗り込んでしまう。最悪のケースは、じゃあリネ様の裁判で。確かに、でも今は状況が違うでしょ。いろんな可能性を考えてる。はい、私、お嬢様のために全てのリスクを背負う。マルシラック、ありがとう、そう言ってくれて。そうですね、お嬢様の代わりに私が日々のし、もし売人がこちらの動きを知らないようであれば、それを繰り返して容疑者を狭めていき、一人はスピナディ・ロースらの参謀。え、彼？はい、信じられないのも、その身分を利用する彼の状況と似ている容疑者がもう一人います。カブリ・マーセルおじさんが、ポアソン町にある。最初は背取りのみで商売、つまりそんなところね。でも最後の一人はスピナディ・ロースらとフォンテーヌ警察隊の公的な連絡窓口を担当。スピナディ・ロースらは、彼なら報告の内容。なるほど、信じらんない。彼らを調べるときはくれぐれもさ。わかった。とんでもございません。それとボスの汚名を返上する。彼の死後必要であれば。ひひ、助け。また事件の調査ね、相棒。さあ、真実。それでは皆さん、案内してくれた。あの、おい、ナビアのやつ、なんで黙ってるんだ？今さら来てごめんなさい。そのことならもう謝る必要はない。でもそれはジャックさんの死と比べたら取るに足らない。私にはわかるの。わかってない。どう向き合えばいいかわからない。だって、うん、ごめんなさい、夫が遭遇したことに。ねえ、あんたたちの知ってることを教えてくれない？ええ、夫の稼いだお金が真っ当なものじゃないってことは分かってたわ。夫はとても後悔してた。だからカーレスさんが。でも正体がバレた。パパはそんなこと言ってなかった。あの日、夫は出かける前に他に選択肢はないと言ってたわ。本当のことは分からないけど、だから負い目を感じるべきなのは私の方なの。夫を撃った時も。ねえ、いい人になろうとしたの？聞いて。し、うん、じゃあそれを。彼があんたに残した。うん、教えてくれてありがとう。ええ、あなたの性格はカーレスさんと全く違うけど、あなたたちが口にする決意は本当。そう、そんなこと。ナビア、大丈夫か？平気平気、私のことは気にしないで。次はあの3人の容疑者を調べに行くんでしょ。フローレントはすぐ近くにいるはずよ。ピエリ、こんにちは。何かご用ですか、ボス？歌劇場で事件があったの。ええ、そのような大事件でね、思い出したの。
相棒が助言してくれたあの夜。そうですね。その後カーレスさん、最初はカーレスさんがおったが、駆けつけた時には銃声が見かはい、警察隊の話、何せカーレスさんの銃は手ですが、警察隊員はか先ほど現場に服が残っていたと言っていましたが、少なくとも私たちのその銃はジャックのもの。はい、確かに理にはかな、しかしそれも、それにあの人はしっかりに目の前で人が水になるのを見たとして、なぜ。それについてはマルシラックから教えてもらって、真実にたどり着いたらあんた。ありがとうございます。実を言うと事件から数年、しかしカーレスさん、他人にどう言われよ。安心して、あんただけじゃない。おや、ナビア嬢じゃないか。俺も一応警察。そいつはどうだろうね。別に戻ろうと思えばいつだっても、カーレスさんはポア村長を実、それなのにここで帰ったらこんな楽に給料がもらえる職務を放棄すること。まあ雑談はここまでにして。うん、こいつらは私の相棒。歌劇場の事件のことがあってから、あれがパパの件と関係してるんじゃないかって。おお、そうだったのか。もし当時の資料が欲しけ。ありがとう。あ、そうだ、そりゃもちろんさ。なんでまたそんなこと聞。いや、実はさ、ついさね、考えてみたの。あんたが私。うん、そうだな。例えるならシェフに料理を注文したら料理を作ってくれるだろう。そんなデタラメな要求をしたところ、大体お前が言ったば、つまりお前らの。しかしあれはかなり高いからな、個人で所有するとなると。なるほどね。じゃあ私がここに宣言してあげる、あんたの。おっと、これは。さて、俺はまだしばらく町にいる。こんにちは。本日はマーセル会長と話したいから。かしこまりました。どうもどうも、すまんな、待たせてしまって。年を取ったせいか足があまり言うことを聞かなくて。大丈夫、そう慌てなくてもいいって。歌劇場での出来事につ。ええ、まったく、あれほど常軌を逸した場面など見たことない。あの時お前も歌劇場にいた。ああ、私はナビアと共に君たちの素晴ら、あの場所で水神様をロ。おい、すまんすまん、フォンテーヌとはこのような場所で。マーセルおじさん、あん。ああ、私はその場で。ええ、証拠はまだあんまりつかめ。うん、私に原始大会の水を飲ませようとした連中がいたんだよ。それにエリ、もし相棒がいてくれなかったら。そう、かしこまるな。はあ、ことが複雑になり始めたが、安心してくれナビア、あそこにまで手を出そうとする輩がい。あんがとね、昔のあの。それについては、確か当時パーティー走行していると、例の。うん、もう大丈夫。ああ、もし私の財産は全てカーレスさん。
これで可能性のあるよ。みんな、いたって普通だったな。ま、これもす、とにかく。どこからは、ああ、そ、ジャックの家族の話によると、私が思うに。じゃあ、最初に銃を撃ったのはジャックってことか？へえ、どうして？そっか、自分が人ご、うん。つまり、ジャックのその時取った行動として最も可能性、そうなるね。あと、ジャックの動機以外に原始大海の水の秘密が、まさか、今の状況から見るに黒幕は、となると問題はマルシラックが絞った3人の容疑者のうち誰が警備ロボをコントロールできるかってなるね。ピエリ？でも警備ロボの話、確かにそうだな。どっかの警備ロボがなくなったらすぐに足がつきそうだ。フローレント？ギャングの参謀として。ふむふむ、そういうこと。あれだけの警備ロボを一気に送り出すなんて、マーセルおじさん？それにか、でも、しかも、もし、はぁ、あ、まったく、誰が黒幕なの？確かに容疑者を絞りすぎた。うんうん、まるスピナディロースらの動きを把握、心の中でどんだけ否定してもこの推理は疑いようがない。推理とか推測ばっかしてても話はす、そうね、純、私たちが持ってる情報。ナビア城、ここにいたのか。ずっと探、あれ、それがお前らが去って、そんな騒ぐようなこと。いや、肝心なのは審判を受ける人の方でな。タルタリア、どうしたの？知り合いど、今度はそいつが連続少女失踪事件、なんでそんなことに？だよな、もし彼に対する告発、うん、犯人の、そうなりゃカーレスさんの、わかった。そうだな、手分けって？連続少女失踪、まさに絶好。でも今の手がかりだけじゃ勝つなんて夢のまた夢だから、待ってるよ。うん、お嬢様、私たちも同行させていただけないでしょうか。こちらの準備は整っています。マルシラック、シルバー、あんた、お嬢様がポアソン、私たち二人が、あ、うん、逆、ナビアも行ったし、オイラたちも早速行動しようぜ。目的地はマップに載ってるから、とりあえずそこに向かってみよう。まだよそ見する余裕なんてあるのかい？そんな、最高の瞬間を逃しちゃうよ。新しい情報でも聞きに行きましょう。お、剣女ば、マルシラックの情報によるとロシを作ってる場所は水中にあるみたいだ。行こう、入って探そうぜ。
る場所に入れるのか。それも今頃き。どうやら質問連続少女シス。正直君でもまあ告白、つまり俺がこの罪さえ受け入れれば決以前個人的に彼女と戦いはしたけど、向こうは明らかに立場をわきまえたらどうだ。へえ、どうやら水神様。じゃあ試してみるかい。え、ちどうならば今一度説明さ。その件は彼と関係ないよ。え、どうしてまた彼女が。ほら言っただろう。ナビアさん、これで二度目だ。決してそれは秩序にの。まさかこの法廷の茶番に。ま、それも重要なことじゃない。私の告発が成立。へえ、さてしばらくはしばし観客席に座っているといい。だがタルタリア殿、容疑者から外れたわけではないことを。ではナビアさん、それは商会の会長マーセルよ。一応知っちゃい。まあ身内の反目ってやつね。念のため説明さ。仮に告発により。もちろん。ではここに告発、そして警察隊。被告人マー。多分必要ないだ。よかろう。この件は3年、あの事件の真相をか。まさか、私には全く動機がない。私を容疑。その話。ええ、おっしゃる通りです。よかろう。では当時の出立艇による調査結果を私が一から説明させていただこう。事件当日、スピッコのパーティーの最中、その場にいる者たちが警察隊のメンバーによる現場検証に。なおこれらない。そしてかの決闘で容疑者は以上が。殺人をしないといけない。2回の銃声が響。でも黒幕は大審判官せ。でも家族の証言によった。だ彼は当然やっぱその人物は。事件現場にはけど、今にしてみると。そしてさらに、そして黒幕はその3。そういうことだったんだ。つまり実に理にかなっているな。被告人。いや、私はただナビア。では僕一つ。申し訳ありません。今はまだないけど。それにと、あの時。なるほど。なんだか今日のフリーナさん、また恥をかい。もしくは先日。僕からもう一つ質問だ。そのカーレスが反論しなかったのには疑問が残る。人が解けたと証言すれば。その点については
連続少女失踪パパは、けどあの時スピナディロース私を守る、当時お嬢様が勝利、何だって、原始大会の水の秘密を公に、けど仮にそんな状況になったとしても、でもその公正に何の、その公正さに、けどその日私がスピナディロースらの、そして全ての真相を明らかにし準備を整、つまりそうです、証拠はもちろんあり、他でもないあんたの謝罪も、でもパッ、ふむ、はい、感じました。決闘代理人として私は数えきれないほどの戦いを経験、様々な人の生命、それゆえ決闘代理人としての立場と名誉にかけて誓いますカール。ならば僕から他に質問。私も同感だ。だがナビアさん、確かにそうだな、さっきの、あれ、少女失踪事件、もちろんあるよ。この2つの事件、当時この事件で黒幕は、そしてリネのあの審判の最後でも黒幕は身分が露呈しかけた時になって、つまりタイミングが良すぎるのよ。3年前のパーティーも、なんだ、そんな理由で私を疑っていたのか。ふう、それを聞くと少々冗談が過ぎるように感じるな。だがもう慣れたよ。今さら昔の話で動揺を誘おうとて無駄だ。うん、それにだ、現場にいなかったもので、それは確かにそうだ。うん、も、はあ、一番可愛がったが、し、さて君が言ったのと、私は商人だ、私は若い子、しかし申し訳ありません。いや、あんた、さあ、まだ何か、それでも足りないというのなら私の入、それだけ調べれば君の心にある行き場の、無実みたいね、となるとカーレスさんが通ったが、君がもっと衝動に駆られることなく他人のためを考えられるようになって、ようやく、これは元から私一人、この事件に巻き込む、ロシのせいで家族を、私の頭の中に、そしてマーセ、バシェね、ふーん、私はいきなり知らない、待ってたよ。天道、ここにある。裁きの雷。はっ、セーフ。て、見切りました。しっ、糸よ、交錯せよ。
眼光不落。風だ。ここより弱滅の時、逃げ道はありません。天理チョーク、ガンザンハチク。逃げようなんて思わないでよね。一緒に遊ぼう。裁きの雷。セーフ。の脅威、逃げ道はありません。天道、ここにある。風だ。ここだよ。見切りました。そこ、せっせっよっか。あ、確かにそう、手紙でのやり取りの一部みたいだな。まったく。この中、うわ、全部ロシだぞ。それに原料を入れるための瓶もある。どれどれ、調合中、それに
フルーツ味まであるぞ。そうだな。ここに何かあるぞ。研究実験の実験失敗。原始大海の水に浮かび上がる人間はゼロ。22。こんな冷たい書き方で お前にやる。オイラはもう怖くて読めないから。そのため何回も溶かすうちに方法が見つかると思ったのか。どんだけ狂ったやつだよ。あれ、それってお前が噴水のところで聞いた名前だろ。オイラ覚えてるぞ。確か、え、バシャが実験者？この実験をやってたやつってことか？そうだったの？あれ、違うな。それだ、おう。証拠としての価値がありそう。そうなんだよな。バシャが通りでヌビレットも調べられなかったわけ。そうなると、ここの手がかりを持って過激あう。証拠がないにしても、おやつくらいあってもいいだろう。どれどれ。おー、ただの恋人。確かに最後にマーセ、いよいよマーセルって、おい、そしてマーセル、今あんたのあたバシェね。ふーん、やっぱりこの名前を知ってるんだ。私はいきなり待ってたよ、そのこと。待たせたな、ナビア。さすが私のこのような秩序。別にいいさ、ヌビレット。それこそがバシェだからだ、マーセル。お前の拠点を知る。お前は溶けて、さらにお前、なるほど。だとすればこれでマーセル君の動機についても説明がつ、さっきあんたが言った、マーセル。ずっと失った、だからゆえに。それに君たちの被告に反論があれば私に
君たちに目もくれなかっただと？どうして私が。誰も私を助けてくれない。私を信じてくれる人もいない。数十年前、出立帝の者でさえ私にこう言った。人が水に、今になって分かっただろ、あれが本当のことだったと。だが、全て貴様らのせいだ。ベニールが死んだんだぞ。彼女と約束したのにだ。どこへ行こうとも言ったが、私はフォンテーヌ人じゃない。おい、マーセルが飲んだのって原始大海の水か。私は溶けない。溶け、見たか、いけない。だというのに、一生をかけて、こん被告人の精神状態。来るな、誰も近づくんじゃない。ベニール。どうやらこの審判も結果が。ああ、気にしなくて。では連続処。被告人マーセル、本名バシェは、恋仲にあったベニールと冒険者と。だが、とある水中での探索において、ベニールは不用意にも原始大海の水に触れてしまう。そしてバシェは人の助けを借り、原始大海の水という存在を知る。さらに犯罪研究の過程で彼はあることに気づいた。だが、資金を貯めながら長きにわたる最後の段階で、そしてついだが、その結謎に包まれていた。では油脂最低カーディナルの審判結果により、被告人バシェは有罪だ。警察隊、バシェを連行しろ。ブラボー。これで私たちって歴史を見。やったぜ。おいらた、あいつは罪のない人をたくさん傷。おる、どうしたんだ。お嬢様。ボスが待ち望んだ日がついに訪れました。そうね、パパ、スピナディロースラは私が引き継ぐ。さてと、実に素晴らしい劇を見せてもらったよ。犯人が捕まり、冤罪も晴れた。めでたしめで、こんな見事な劇を見せてもらえたんだ。冤罪で捕まえたことは不問にしよう。こっちはまだ用事があるんでね、お先に。いや、少々お待ちいただきたい。ん？まだ。こたびの一件はタル。おいおい、ま、フォンテーヌの法律を。はいはい、わかっ。こたびの事件の公開審、犯人は他に。では最後に。油脂最低か、有罪。なんだって。おいおい、なのに。こんな状況初め。ファドゥイの執行官。けど今は連続少女失踪事件の審判でしょ。この件と全く関係のない罪があったとしても、今。油脂最低、警察隊。ふん、フォンテーヌ人の誇る審判がこうもひどいものだとは。これがそっちの規則なら、俺も自分の規則で行こう。冤罪であればこちらが調べよう。だが法廷の規則は破らせん。
すまない。このような状況は現時点では私もただ規則に従っているに過ぎない。それに由樹がこのような結論を出した理由なら、僕だってフリーナ様、それはあの方も理由を知らん。そうよ、コホン紳士よもや。たく、さっきまでこのようになったからにはどんな劇であろうと客をタルタリアが連続少女失踪事件、彼が手を染めてきた答えは時間。さて謎が残されて気になる。結局逃げる。つまり、彼女はメンツを保つただが安心するといい。引き続き、おう、タルタリア、タルタリアも悪いことをいっぱい。走るより飛ぶ方が。おい、何をする気だ。旅人、おい旅人。おい、マーセル、公務を妨害する。いや待ってくれ、私はただ旅人と少し話がしたいだけなんだ。決して逃げようとしているわけではない。話を聞こう。ありがとう、感謝する。先ほど連れ出された時にふと思ったんだ。関連する記録は全て処分した。まさか今さら事件の内容を掘り返す気か。すでに有罪になったというのに。本当か。そのルキナの泉だと。頼む、彼女少し虫がよす。かん、オイラもそと。ああ、人間とはよかろう。最高し、私もこの者と。あ、承知、ありがとうございます。ここに彼女が。だがここにいると言っても具体的にどうすれば会えるのだ。おう、あたし、そうそう、この声だ。ベニール、アシ、私はここだ。かれこれに私はただベニール、君は私のすべてだ。君でも私は、なん、あなたさえいなければ、私は法律を、あなたさえいなければ、あなたさえいなければ全部、あ、待て、そう、あなたのせいで死んだ女性はすべて、その肉体が消失したことにより意識、我々の意識は大会の中で絶え、私はクリッシー。でもなぜだ。彼女はもうあなたに会いたくない。これこそあなたの私欲。そんなことを彼女、私は、あなたは嘘つく。でもあなたが初めて手をかけたし、そんな、まだわからないの。けどだって彼女は知ってたから。もしあなたがここに来たら、私と、アシ、
シェバ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 シェ死んで。やっとゆっくり街をぶらつく時間ができたな。こんな風にのんびりするなんて相棒今朝このような天気でまた会えてよかった、二人とも。ナビア、そっかそっか、ひご機嫌みた、はあ、それがスピナディロースラのみんなが。でも今回はポア村長の人たちと。よかったな。ええあのバカ親父を信じてよ。ただついと、まあ正直ん、それってスチームバッ、うん、それをまとめて、けど正直に言うと今回も私たちの関係、確か、ま、安心して、ひひあ、そうそう、え彼女のおかげで。おお、よかったじゃんか。とにかくいろん、あ、そうだ、なんだ、パパの墓参り、それから私も。お嬢様、ええ、うん、もちろん。あ、それでは皆様。うん、ここがパパの。あれ、あ、ナビレットだよな。大審判官がどうしてこんなところに。おや申し訳ない、じそんなこと言わ、すまない。パパに私の成長を見てほしいけど、この国の。そうか、はあ、それでどうし、うん、人間にとって命よりも大切な、いや、というよりも、これもまた当時、本当に無実のものならば、あのように命を捨て、だが私の信じてきたものを、彼の犠牲なく、カーレスさんは愛するもののため、今にしてみれば、命そのもの。君は、なぜ私がここに来たのかを聞いたな。私はただ、このことが私の胸を締め付け、歌劇場のあの高い位置から眺めるだけでは、やはり様々なものが見えなくなるのだな、スピナディロースらの諸君な。そのあんたって。すまない、自分の気持ち。だから言ったでしょ、謝らないで。ナビアとヌビレットもオイラたちは邪魔しないでおこうぜ。後でまたお墓参りに来よう。これで完了っと。オイラ、お墓参りってあんまや、うえっ、うぅ、ナビ、そうだ、ヌビレットがまだあっちにいる。ああ、おう、なるほど。その、ああ構わない、異教の者がフォンテーヌのために奔走し、あれほど重要な事件を解決してくれたのだ。家族、もしその彼女がフォン、他に何か聞きたいことはあるか。家族、もしその彼女がフォン、他に何か聞き、あの時、うむ、そのこの星にはかつて特テイワットの生命の大部分だから、ゲス、そして今バシェたちが見つけたのは、なるほど、生命を創造し
海だ。これは実のところ、他に何か聞きたいことはあるか。海面が上昇し、予言というのは、そうそう、うん、現状を鑑み、この予言はフォンテーヌ先代の水神、今海が上昇することと、フォンテーヌ人が、そういえば噂が事実であれば、でも他に何か聞きたい。すまない、だが、長い歳月を経る中、神によって作られたマシナリーと強大な立証混合エネルギー、それゆえ、そういえばそのようなことがあったのか。だが何にせよ、あの時のフリーナの反応か、この件の調査はもし本当に冤罪であった場合には、必ずや、今のあいつが、他に何か聞きたいことはあるか。そうか、私はしばし、やっぱり罪悪に休暇などないからな。そっか、あれ、今気づいたけど雨が止んでるぞ。